ようございます。おはようございます。おはようございます。今回は、はい、史上最低なお笑い賞レースを考えてもらいます、うん、史上最低なお笑い賞レースを私が考えるってことですか、はい、なんかいろんな方面に失礼じゃないですか。大丈夫かな。お笑い大好きじゃないですか。お笑い好きです。いろんな賞レース、はい、見てますよね。見てます。お笑い好きなデカミちゃんだからこそ考えられる、そっか、芸人さんに優しくない、なるほど、逆にね、そう、ファンも望まない最低な賞レースを考えてもらいたいです、はい、なるほどなるほど。でも確かに賞レース見てる人がなんか厳しすぎないとか思ってたんで、逆にねここで最低なものをちょっと恐縮ながら提案することでね、本来の賞レースがもっとハッピーな感じにね、はい、あればいいっていうことですね。既存のお笑いの賞レースの、はい、まあ、資格というか、確かに、ああもう M1 もちろんね、 M1、R1、キングオブコント、ザ・ W、 あ、マイナビラフターナイトもね、もう大好き、エビシお笑いグランプリ、次来る芸人、はい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 、そうだ、でセカンドもね、ザ・セカンドも始まると言われてますけど、細かいのも含めてたくさんあると思いますけど、これはやっぱ登竜門っていうかすごく栄えある賞ですからね、受賞しても嫌だなみたいなのを考えていけばいいんだ。そうです。なるほど。はい、史上最低なお笑い賞レース、どんな賞レースですか。ビジュワングランプリ、マジでビジュいい、今日めっちゃ調子いい、優勝、顔面国宝、ネタ関係ない、はい、顔が良ければ決勝戦に行けます。でも最近かっこいい方、可愛い方多いですからね、意外と普通に実力者集まって普通に楽しい可能性あるけど、でももう笑いの量とかじゃない、え、かっこいい、可愛いで行きます。最低、本当に嫌だ。審査員アンミカさん、ちゃんと一流のモデルさんとか、ちゃんとそこはね、審査は審査なんで、はい、ちゃんとなんか出囃子で出てくる時のウォーキングすごい素敵でしたみたいな感じでちゃんとそこは審査していただきます。審査は真面目。史上最低なお笑い賞レース、どんなの。え、どうも、どうも、ぬかるみ王決定戦べちゃべちゃななんか沼地みたいなところでやる、汚い、普通に 見ててやだ。審査する側も、審査するもちろん、はい、どんどん沈んでいく、制限時間内にやることが最重要とされてます危ないし汚い、最低ですね、最低、違う方法で最低です、ね、最悪。史上最低なお笑い賞レース、どんなの。合鍵なくしたらないと合鍵なくしたらないと、まあ、特に言うことないです。史上最低なお笑い賞レース、どんなの。審査今回させていただくっていうことで、まあ、全然女とか全然興味ないんですけど、ABC おっぱいグランプリ全然興味ないですけど、全然審査はしますけど、女芸人限定で、まだ女芸人って言っちゃう、女性って言えないやつ、史上最低なお笑い賞レース、どんなの。これって漫才なの。今年はレベル低いな、何が面白いのか分からない、うるせえボケバーガグランプリあいつらを呼ぶ会場に絶対に呼ぶ、責任を持たせる、審査員みたいなこと言うやつらにポテチ見ながら食べて審査するやつよくない。審査するなら、正座してテレビ見てるなら分かるけど、
いろんなこと言うの。全然酒とか飲みながら見て言ってるから、呼ぶ、もう呼ばれた側の芸人さんは非常に辛いだろう私はなんかスカットジャパンみたいな気持ちになるかもしれないけど呼ばれ出なきゃいけない芸人さんが非常にしんどい。ユニバースさんには絶対に出てもらいますめっちゃ強そう。マジで私毎年 M1 の時期にあのフォロー外す関係者いるわわ、この人審査ツイッターで審査するタイプの人だと思ってすぐフォロー外す。もういいやと思って。1回か2回ぐらいしか会ったことない、なんか何の仕事で共演したかも分かんない舞台役者が点数まで書いてて、絶対それ呼びましょう。やば、絶対呼びます。でもすっごい帽子でかいですけど大丈夫です隣の審査員席に影響するぐらい、なんか帽子の人のイメージめっちゃ強くて、あんま言ったらバレるか。でもあのもう多分向こうもフォロー外してきてると思うし、フォロー外してるの気づいたらフォロー外すタイプだろうから、どうせあいつやだったな。名前も思い出せないけどすげえはっはっってなったからすぐ覚えてる。史上最低なお笑い賞レース、どんなの？中バズりすぎてごめんワングランプリ浅はか一発ネタみたいな、そうありそうだけど、正直番組のコーナーとかではありそうですけど、これが賞レースになったらもうおしまいです。意外に賞金良かったりする。しかもなんかいろんなスポンサーをつけるのがうまい浅はかな港区の人が主催してます。でもスポンサー見つけてくんのだけ本当に人一倍うまいから、ああいう人は健康食品とかのスポンサーが得体の知れない、ね、本当 あのエビデンスなしの健康食品のスポンサーたくさんついてます。嫌だったな。どれが一番嫌だっただろう。でもなんだかんだ私ビジュワングランプリ本当に嫌だわ本当に嫌だわ。できそうですよね。そうできそうなのがまた嫌ですよね。奇跡の一枚とかとはまた違うじゃないですか。ネタを見せていただいた上で顔で判断するっていう最悪な。というわけで、お笑い界関係者の皆様、僭越ながら提案させていただきましたので、この賞レース絶対作んないでください。バイバーイ